それでは結ぶという字の、書き方を説明していきますね。じゃあまず糸編、一画目が斜めに持ってきて閉じます。これが一画目ね。これに平行に持ってきたら、だいたい上と同じぐらいの位置で少し右上がりで止めます。この中心を必ず通して縦を持ってきますが、上の部分よりも下の縦が短くていいです。で、上の方から幅を一緒にして点を描きますね。じゃあ、糸編のこの辺り、この線の下辺りからまっすぐ右上がりの位置を少し長めに描きますね。そしたら中心を狙って、まあ、大体しかちょっと下ですね、糸編よりも少し下ぐらいから、上を長く下を短く、ここを長く下を短くで、上の半分ぐらいでまっすぐで閉じてもらいますね。そしたらその下に横の広い口を描きます。少し斜めに持ってきます。横は細、これも斜めに持ってきて、で閉じた時に口の閉じ方はこことここを残していきます。